さあ、これから生配信の、まあ、今準備を済ましたところです。今日はですね、家を7時半ぐらいに出て、目黒まで行き、目黒にあるドッグホテルの、ホームページで使うアニメーションですね、それを、打ち合わせてきました。久しぶりに仕事です。例のいつもお世話になっている先輩が、その道筋をつけてくれました。ご紹介いただきありがとうございます。ちゃんと頑張って仕事に成立させます。そしてそれを、元にですね、いろんなところにまた営業できるようにしたいと思います。ジャン君とポンちゃんにはだいぶ留守番といってもね、僕が帰ってくるまではマオイママさんいたんだよ。まあ、家事 してたと思うからここにはいなかったかな。で、入れ替わりにですね、あ、そして帰ってすぐ、そのマッチングの、会社ですねの、代表者の人と、今後どういうふうな戦略をしていくのかっていうのを打ち合わせをしました。それが大変でした。お昼の2時半からのズーム会議に、新宿を出たのは1時1分です。13時1分の電車に乗り1時間10分かかるんですよね、ここまで。そうすると2時11分、なんかね、着いた時間は2時9分ぐらいだったんですけど、まあ細かいことを言ってもあれなので、そこから、自転車に乗って飛ばしてですね、家に帰って、準備をいろいろ、着替えとかもするからね、準備いろいろして25分にようやく席について、ズームの、準備ができました。大変、先方にはですね、あんまり、気づかれないようにというかね、ギリギリ感は出さないようにしましたけれども、まあさすがにですね、マッチングの会社の代表者の人ですから、僕のそのダメなところね、それを、お話しすると、それを理解してくれて、パパッとその場で、あ、こういうのやりましょうというふうに、新しいその商材ですね、僕ができそうな商材を考えてくれました。で、どうしてもですね、僕自身がこういうのを作ったから買ってくださいみたいなのを、言えない、性格みたいなふうにもう完全に理解されましたね、先方の担当者に。で、それをこう、まあ、文章化するので、それをただ読むだけっていうプレゼンをしてくださいっていうふうに言われました。ありがとうございます。頑張ります。とにかくですね、なんやかんや言って、その先輩からの、心遣いで仕事をいただいているだけではどうにもなりませんので、頑張るからね。明日は信用金庫に行ってきます。融資課の人に会ってきます。ダメかな、なんか、頑張ってきます。